ソロモンウェストイジウェイ、ディアス・バンダラ・ナイケは、正論の政治家。統一国民党を離党し、左翼ナショナリズム政党であるスリランカ自由党を創設した。妻は同じく政治家のシリマボ、バンダラ・ナイケ、娘はチャンドリカクマーラ・トゥンが、第四代首相を務めたが、1959年に仏教像により暗殺された。首相在任時には、 バス事業のやコロンボ校の国有化やカースト制度に基づく差別を禁止する法律の制定などを行った。また、非同盟政策を実施し、正論域内の英軍基地廃止や共産国との国交樹立なども実施した。1899年、イギリス領正論のコロンボで生まれる。成果は英国国教会に所属する裕福なシンハラ人家庭で、 正論成長へ官僚を排出するメーカーであった。父ソロモンディアス・バンダラ・ナイケは、正論成長で働く官僚、母デイジー・イズラインをベエーセからは、正論議会議員の娘であった。彼の名前、ウェストリッチウェイは、当時の正論総督から取られた。アレクサンドラ・カメディアとアンナ・フローレンティーナという二人の姉妹がいた。幼少期には、ヘンリー・ヤングという家庭教師から学ぶ。 その後も優秀な成績を収めて、イギリスのオックスフォード大学、クライストチャーチへ入学。哲学、政治学、経済学などを学んで1923年に卒業した。翌年には、インナーテンプルで法廷弁護士として活動を始め、セイロンへ帰ってからは、セイロン最高裁判所で裁判官を務めた。イギリスからセーロンに帰ったバンダラナイケは、 現地の政治活動に参加するようになったするようになった。1926年には、セイロン国民会議派の長官となり、12月には、コロンボ市議会議員選挙に当選した。第二次営業セイロン植民地内閣の面々度のもは、憲法の制定により、セイロン初の普通選挙による立法機関である、セイロン植民地議会が設立された。 1931年に開催された第1回選挙に出馬したバンダラナイケは無事に当選し植民地議会議員となった。1936年選挙でも再選を果たしたバンダラナイケは地方自治大臣に指名された。1936年、新原人の文化と権益を推進するためにバンダラナイケは新原マハサバ島を設立した。そして、 1945年には自由乱化法を成立させた。初代首相となる D.S. セーナーナーヤカが自治領としての独立を決めた1947年当時、シン・ハマハサバ党は議会で最大の議席数を誇る党であった。セーナーナーヤカは自身の政党である統一国民党とシン・ハマハサバ党の合併をバンダラナイケに申し込み、バンダラナイケはそれを受け入れた。 初代政論内閣。一列目の左から二番目が、バンダラナイケ保健、地方自治大臣在任時のバンダラナイケ1947年、バンダラナイケは、政論独立のために新設された、会議員選挙に立候補し当選した。そして同年9月には、保健、地方自治大臣と、会員議長に就任し、1948年2月4日に行われた独立式典も取り仕切った。 その後、彼は、議長として、正論市民権法を採択し、タミル人の市民権を剥奪した。一方、保健大臣としては、病院の拡張や、アイユルベーダの進行などを行った。また、1950年5月に、スイスジュネーブで開催された、世界保健機関総会には、正論代表として参加した。しかし、政策に対する意見の違いにより、首相、 セナーナーヤカとの関係は次第に悪化していった。また、セナーナーヤカが政界を引退する素振りを見せず、バンダラナイケに首相の座を明け渡そうとしない点においても彼は不満を抱いた。1951年7月、バンダラナイケは政府の職をすべて辞し、旧新原マハサバ等のメンバーと共に野党側の席へ座った。そしてアンプから離党して、 同年9月に新しく、スリランカ自由党を創設した。その数ヶ月後、52年3月2日に、セーナーナーヤカは、発作を起こして落馬し、数日後に死亡した。ジョン・コタラー・ワラは自らが党を引き継ぐものと思っていたが、正論総督によって、息子のダトリー・セーナーナーヤカが、次期首相に就任した。そして選挙が実施され、アンプが52議席を獲得した。 1952年選挙では、自身は当選したものの全体では、アンプ52議席に対して、SLFP9 議席、スリランカ社会主義平等等9議席という結果となった。また、選挙後には、野党統一国会議員グループのリーダーに選ばれた。翌年、左翼政党は協力して、全国的なストライキを行い、ダッドリー・セーナーナーやかが振動によって、首相を辞任。 小ワラが首相を引き継いだ。52年から56年まで、バンダラナイケは自身が創設した政党、スリランカ自由党の基盤がために多くの時間を費やした。旧新原マハサバ党から多くの党員が参加したとはいえ、自由党は財源不足によって、党機関紙の発行すら困難になる状態であった。同党は主にンプ政権が重要視していなかった。 農村部を中心に支持を得ていた。当初は、新原語とタミル語の二言語で新聞を発行していたが、50年代半ばにはタミル語新聞の発行を停止した。また仏教優先の姿勢を表明し、社会的、政治的に物騒から支持を受けた。そしてこれらの基礎の上に、社会民主主義を取り入れた。彼は、新原語、仏教、伝統医療を重視し、 伝統医療従事者、仏僧、教師、農民、労働者の5者を5大労働力と位置づけた。1956年、首相、小田原は、任期途中で議会を解散させ、総選挙へ打って出た。総選挙で戦うため、バンダラナイケは小規模なマルクス主義政党と協力して、人民統一戦線を結成した。この政党連合は、 SLFP と LSSP、スリランカ共産党などによって構成された。父からの相続財産だけでは、選挙資金が足りなかったため、彼は自分の家を担保にして銀行から20万ルピーを借りた。最終的に MEP は95議席中51議席を獲得し、バンダーラナイケが第4代首相に就任した。 1956年総選挙で人民統一戦線が議席の3分の2近くを獲得したという結果を受け、正論総督は党首バンダラナイケを第四代首相に任命した。就任後、バンダラナイケは新原オンリー政策として新原後の公用語化を強行した。また、新原人の多くが信仰する仏教を国境にしようとした。これらの政策は少数派で、 ヒンドゥー教徒の多いタミル人から猛反発を受け、1958年には暴動が発生した。これらの混乱に対応するためバンダラナイケは5月27日に非常事態宣言を発表し、その後妥協案として地方レベルでタミル語の使用を認める法律を制定した。統一国民党の西側追従政策とは異なり、バンダラナイケは非同盟政策を採用した。 そして、中国やソ連などの東側諸国と国交を樹立した。また、植民地時代から国内にあったイギリス軍の基地をすべて撤去した。国内では、バンダラナイケは深刻な経済問題に直面し、シンハラオンリー政策による論争にも対処しなければならなかった。任期中、彼は、労働法改正や、賃金の値上げを実施し、命令を祝日にした。また、 水田法の制定により、零細農家の保護を図った。1958年には、バス事業とコロンボ港の国有化を行い、正論交通局を設置した。1959年はじめ、内閣から、フィリップ・グナワルダナとウィリアム・デ・シルバが辞任したことで、バンダラ・ナイケ内閣は危機に陥った。しかし、MEP 自体は存続した。同年には、 コロンボ公労働組合がストライキを行い、バンダラナイケは警察を動員しようとした。しかし、この要請は警察トップから拒否された。同年4月、このトップは左遷され、バンダラナイケに近い立場の人間がその職に就いた。暗殺の2日前の1959年9月23日、妻シリマボラと共に、 キャンディで撮られた写真1959年9月25日、バンダラナイケはコロンボで仏教像から銃撃された。この仏教僧はこの日、相談の一員としてバンダラナイケ宅を訪れていた。そのため彼は身体検査を受けることなく、バンダラナイケに近づくことができ、バンダラナイケが公務の一環として彼に挨拶をした直後、引き金を引いた。 バンダラナイケはすぐに近くのスリランカ国立病院へ搬送され必死の治療が行われたが翌日26日に死亡した。バンダラナイケを銃撃した仏教像は共犯者の2名と共に刑事裁判を受け最高裁判所は3名に対して死刑を言い渡した。バンダラナイケは生前に死刑執行を停止していたが1 9 6二年七月六日に 主犯の仏教像の死刑が執行された。また裁判では暗殺の動機としてバンダラナイケが彼らの要求を拒絶したことが認定された。バンダラナイケの死後、セイロ論総督は教育大臣権会員議長代理のウィジャヤナンダ、ダハナアヤカを後継に指名し、議会もそれを承認した。会員議長の CP デシルバは当時病気の治療のためにイギリスへ渡航中であり、 バンダラナイケ自身も国連総会へ参加するために米国へ渡航することが暗殺前に決まっていたためダハナーヤカが2名の不在中に首相代理を務めることが決められていたのである。しかしダハナーヤカは内閣をまとめることに失敗し1年以内にすべての閣僚が辞任することとなった。結果的にバンダラナイケの妻シリマボ・バンダラナイケが スリランカ自由党をまとめ上げ、1960年7月の総選挙にも勝利した。そして彼女は世界初の女性首相に就任した。ありがとうございます。